皆さんこんにちは。生活の党の代表しております小沢一郎でございます。今日はせっかくのお休みの日でございますが、こうしてお騒がせをいたしまして誠に申し訳ありません。どうか選挙中ということで、お許しを賜りたいと思います。皆様も昨日から今日にかけて英国の国民投票、イギリスの EU からの離脱というニュースをお聞きになっていると思います。このイギリスの EU からの離脱ということで世界中の株は暴落し、金融市場為替も乱高下をしております。私はもちろんこれが世界の大恐慌大不況にすぐつながるとは思っておりませんけれども、しかしながらこれによるいろんな意味での特に政治的な混乱が非常に心配をいたしております。我々日本人には想像もつかないんですけれども、イギリスではイングランドとスコットランドという2つの事実上の国があります。これを機会にスコットランドが英国から独立するのではないかということさえ言われております。そしてまたヨーロッパの各国も中近東やアフリカからの難民が直接の契機でございますけれども、いろんな今各国の思惑、そして EU に対するいろんな不平や不満や批判がいろんなことが出ております。したがってヨーロッパはその意味においてこれからある意味の混乱期に突入する可能性がある。欧州は日本から見ればまだまだ遠い国と地球の裏側だという感じで思っておる方も多いと思いますけれども、私が心配いたしますのはむしろこの経済的そして政治的混乱がこの北東アジア極東に影響を及ぼすのではないかということであります。この極東は一番その意味においてはヨーロッパよりはるかに不安定な地域であります。ご案内の通り朝鮮半島で北朝鮮の動きがある、そしてまた中国大陸そのものがいわゆる経済の高度成長から今陰りが見えてきまして、中国経済バブルの崩壊ではないかということが言われています。中国での経済的な不況は即政治的な大動乱につながります。私はそういう意味でですね、本当にこの世界の波乱の動乱といえば言い過ぎかもしれませんけれども、大きな波乱の幕開けになりかねないイギリスの今回の EU 離脱だ、そのように思っております。したがって日本も本当に国民皆さん一人一人がもちろん政治家がしっかりとした考えのもとで、そして国民の命を暮らしを守っていく、その腹構えをして政治に当たらなければなりません。ところが日本の社会というのはこれまた大変心配なところですけれども、いろんな大きな難しい問題が出ますとすぐ挙国一致、挙国一致内閣、挙国一致という言葉を皆使いたがります。マスコミもそうであります。しかし皆さん、挙国一致という言葉は党派を超えて、これは響きはいいですけれども、民主主義社会でこれほど危ういものはありません。挙国一致という名のもとにかつて日本人が1億火の玉となってということで突き進んで大変な悲惨な思いをしたことは歴史に新しい事実であります。どんな時でも、どんなに厳しい時でも、どんなに苦しい時でも、みんながきちんとそれぞれ意見を言って、意見を交換して、議論して、そしてその中から
いい結論を導き出していく、これが本当の私は民主国家の在り方だと思います。その意味において日本はどうしても国民を啓蒙するマスメディアさえもその言葉を使いたがる。私はこういうことに大変危うさを感じているものであります。そして特にですね、今安倍さんの考え方、安倍さんに私は別に個人的恨みがあるわけでもないし、自民党だからいけないと言ってるわけでもないんです。政治のやり方、考え方について今言ったような大変な時なんだから、俺が選挙に勝ったんだから俺の言う通りしろ、こういう政治のやり方が非常に危険だと言っているわけであります。こんなことでは国民の皆さんの命と暮らしを守っていくことはできません。やっぱりどんな時でも、そしてどんなに自分たちが多数であっても、みんなの意見を聞きながら、そしてその中からより良い政治をやっていくというのが民主主義でなければなりません。イギリスでは国民投票で敗れたキャメロン首相は辞職すると声明を出しております。そして もちろんその後からまた意見の異なった人が総理になるかもしれません。しかしそういうようにその時々に応じてきちんとみんなの意見を出し合って、そしてその結論に従って政治を運営していくというのでなければなりません。私はそういうことにおいて、この日本においてはどうもまだ民主主義の本当の機能というものが働いていない、特に今の安倍政権を見ているとそういう危うさを感じておるわけであります。どうか皆さんにおかれましても、このことをですね、安倍政権では日本の国の将来、そして皆さんの命と暮らしもきちっと守る方向にはならない、だからこそ私は変えなくてはならないと言っているのであります。今回の選挙戦でぜひまず基本的にそのことをお考えいただきたいと思います。この機会に具体的な問題についても若干触れてみたいと思います。一つは今一番テーマになっております安保の法律のことでございます。安倍さんは前の選挙の時にこのような法案を必ずやるということは選挙には一切言いませんでした。言わないにもかかわらず選挙を勝つとこの法案を数でもって強行いたしました。集団的自衛権だとか個別的自衛権だとか言いますと何やら難しい議論に思われがちでありますけれども、要は自衛権というのは正当防衛、セルフディフェンス、英語で言うと同じ言葉だそうでありますけれども、正当防衛権なのです。ですから我々が個人も突然誰からか殴りかかられたり襲われたりしたら、それに対して個人で反撃する権利があります。これが正当防衛ですね。しかし自分が全然関係ないの、ずっと向こうの方で誰かが喧嘩している、そんな場合割って入って仲裁するならいいですけれども、片方に味方たちでもう一方を殴る、そういうようなことは正当防衛としては認められます。それは当たり前ですよね。そうやって考えてみれば当たり前なんです。ですから自衛権というのはあくまでも自分が攻撃を受けた時にそれに対する反撃なんです。四国憲法はだからそれを定めている。ところが安倍さんの場合は今言ったように直接自分が攻撃を受けなくてもずっと日本と違う地域の紛争にもアメリカやその他の国と一緒に自衛隊を派遣して特定の相手をやっつけることができる、武力行使できるというのが
彼の考え方でありまして、これは日本国憲法の理念を持ち出すまでもなく、今言ったように当たり前のことなんです。ですから、それではどうやって日本の平和を、世界の平和を守るのかということが、言われるわけでありますけれども、私は人類が特に第一次大戦、第二次大戦と本当に多くの人命を失い、多くの財産を失って、この経験からやはりみんなで世界の平和は、自分たちの国の平和も含めてみんなで力を合わせて守ろうということで設立したのが国際連合であります。ですから私の考えは、日本の国が攻撃を受けた場合はもちろん自衛権、正当防衛権ですけれども、その他のいろいろな紛争についてはあくまでも国連を中心にして紛争の解決に当たる、その国連の活動に私たちが積極的に協力する、まあ、こういう原則を日本は貫いていくべきであるというのが私の考え方である。まあ、そう言いますとね、だって国連はそれだけの力ないじゃないか、それだけ機能しないじゃないかという反論をする人があります。じゃあ皆さん、国連が力がまだないから、まだ十分でないから頼りにならない、だから俺たちは武力を、武装を強化するんだ、どうなりますか。それぞれの国が国連は当てにならないから自分たちで軍事力を強化するんだ、これではまさに軍拡競争であってですよ、歴史の誤りを繰り返すことになります。ですからその道を絶対私どもは二度と辿ってはならないというのが私の考え方であります。また例えば TPP のことも今問題になってますね。 TPP というと皆さんはなんか農業のことだけじゃないかと、小沢一郎もあいつは田舎の出だから反対反対言ってんじゃないかというふうにお考えになる方もあると思います。しかし TPP は農業だけのことではないんです。それ以上に大きな問題をものすごく含んでいる。例えば一番わかりやすいのが医療の問題です。日本は国民皆保険、誰でも病気になればお医者さんにかかります。ところがですよ、アメリカでは皆保険制度ではないんです。そして3億人の人口ですけれども、その中で5000万人の人は病気になっても医療サービスを受けられないんですよ。なぜか、アメリカでは個人個人で民間の会社と契約して医療の保険を、契約を結びます。ですから相当高い収入の人でなければ医療保険の契約結べないんですよ。だから5000万人も医療を受けられない人がアメリカでいる。アメリカが一番世界一の豊かな国だと思いがちですが、実はそういう歪んだ側面を持っている国なんですね。ところがそのアメリカの医療の制度を日本に入れる、何かというと自由診療という名のもとにこの皆保険に風穴を開けようということなんです。そのことを国会で安倍さんに追及しましたならば、いや先端技術、先端医療技術と先端の薬だけだとこういうんです。保険の適用外の自由診療ですね。先端の技術、先端の医療、薬とどん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 新しいものを発明されてくるわけですから、自由診療の範囲はどんどん広がる結果になります。自由診療の範囲が広がれば広がるほど所得の高い人はみんなそっち行っちゃう。そうでしょ、いい薬、いい治療を受けたいとなるから、国民保険の保険料を払う人いなくなってきちゃったんだ。そうしたら皆保険は崩壊してしまいます。ですからそういうようなことも直接生活に関連するような、そういう仕組みの危機も含んでいるのが TPP なんです。だから私どもは反対してるんです。
もちろん企業活動の点についても同じです。同じような大問題があります。要は DPP 値が何かというと、アメリカの社会の仕組みを日本の社会でも適用させようということなんです。グローバリゼーションという名のアメリカナイゼーションなんです。アメリカと同じような社会にしちゃおうというのがその隠れた意図なんです。だけれども最近皆さんもお聞きになってるかな、アメリカの大統領候補のね、議論の中でも必ずしもアメリカにとってもいいことばっかりじゃないんじゃないかという議論が起きまして、 DPP は見直さなきゃならないと、この間先日クリントン候補も言いましたね。アメリカでさえ見直し反対の意見が出てるのに、日本だけが一生懸命になってこれ推進しようとしている。なぜこういうことになるのか、私は本当に疑問に思えてなりません。そういう DPP の問題もある。それからまた例えば原発の問題もそうですね。これも最近なんか風化しちゃって誰も言わなくなってきた。マスコミもほとんど報道しなくなってきました。だけど福島の原発の放射能はまだ全然抑えきれていません。時々忘れたような時に、いや汚染水が漏れたとか、いやどうだとかという報道があります。この間熊本で大地震が起きたでしょう。あの地震が少し南にそれたら鹿児島の仙台原発、ちょっと北に行ったら佐賀の玄海原発。皆さんこれからいろんなところでまだまだ地震が起きるだろうという予想がされている今日ですよ。日本はまさに火山帯の上に日本列島が乗っかってるわけですから、どこでも大きな地震が起こる可能性が強いんです。そういう中で原発のいわゆる処分もできないという状況というよりは、むしろ原発を再稼働させる。そして青森県では新しい原発も作ってますよ。なんでこういうことになるのかということであります。私数年前にドイツに行った時にね、ドイツはチェルノブイリの事故でもって原発の議論が起きた。そして福島原発の事故でドイツは国民も与野党も揃って原発の廃棄を決めた。今原発を廃棄してます。そして私どもの国では、私らだけが原発脱原発言ってるけど、政府も何もみんな今推進してんだっつったら、えらいびっくりしてる。私たちはあんた方の国の事故でやめたのに、事故を起こしたあんた方はまだどんどんやんのかと仲間は呆れられる。そういうような中にあるわけです。もちろんフランスでもアメリカでも原発はやってますし、中国はどんどんまたやろうとしてます。しかしながら私どもは長崎広島の原発を言うまでもなく、福島の原発事故があって、これを機会にですね、私は新しいエネルギーの開発の方向に舵を切り直すべきだと思います。まあ、原発を止めると一時そうでしょう、日本経済が全部おかしくなっちゃうとかいろんなこと言われましたね。停電が多くなるとか。だけどずっと原発止まってて何も停電もなければ、日本経済がそのためにおかしくなったってことはなかったじゃないですか。そうでしょう。そして新しいエネルギー開発に積極的に投資すれば、そこに新しい技術開発と新しい雇用と新しい産業が生まれる。そういう意味において私はこの原発もやはり速やかにやめるべきであろう、そういうふうに考えております。この点も安倍内閣の具体策を言えば違います。まあ、そういうここの問題点まだまだたくさんあります。アベノミクスをやれば景気は良くなる、みんなの収入は増えて生活は楽になる、そういう触れ込みでした。だが最初のスタートの時に株を無理やり上げて円を安くして、一部の人は儲かったかもしれませんけれども、結果として景気はいつまでたっても良くならないじゃないですか。で国民皆さんの収入は実質所得はずっと減りっぱなしじゃないですか。
で雇用は増えた増えたと言うけれども、非正規のいわばアルバイトが増えただけであって、正規社員はどんどん減らしている。政府は率先してやってるわけです。ですからこういう生活を守るセーフティーネットをね、これも規制改革、規制撤廃という言葉、きれいごとで言うでしょう。規制についてはね、お役人がいっぱい規制作ってますから、不必要な規制は撤廃するのは一個に構わないんです。だけど年金でも医療でも雇用でも、みんなこのまるっきり自由な活動だけに任せていたんでは、強い者だけが勝ち残る、こういうやり方ではダメだということで、資本主義は修正されながらセーフティーネットを作って、そして今日まで民主主義という名のもとに生き残ってきたんです。それを新自由主義というような名前、なんだかよく分かりません、どういう考えだか分かりませんけれども、自由競争、市場原理最優先、これで負けたやつは仕方ないんだという考え方で政治をやられたんでは、これは国民はたまったものではない、政治じゃないですよ、この政治なんかいらない、政治家なんか選ぶ必要ない、ほっときゃいいんですから。政治をやるのはやはりどんな職業についていても、どんな地域に住んでいても、きちんと国民である以上一定のレベルの生活をできるようにするのが政治じゃないでしょうか。私はそういう意味でですね、本当に我々生活の党という名前の通り、本当にそういったセーフティーネットをきちんと作った上での自由競争じゃなきゃダメです。このことを私たちは特にこの選挙戦にあたっても強調したいと思います。最後にですけれども、選挙そのものについて触れてみたいと思います。今度の選挙戦は参議院の選挙ですから、直接自民党政権を変えることはできません。しかしながら、この選挙で野党が勝利すれば、少なくとも安倍政権だけは退陣させることができるんです。皆さん、どうかそういう意味で、そういう意味でぜひ一人でも多くの皆さんがこの選挙に参加してもらいたい。日本は民主主義国家だと誰もが言いますね。日本は民主主義ですか独裁ですかって言えば民主主義国家だと言いますね。民主主義国家というのは国民主権ですね。国民が最終の最高の決定権を持つというのが民主主義です。しかし皆さん、国民の皆さんがその最高の権力を、主権を行使する機会というのはいつですか。選挙の時しかないんですよ。そうでしょう。安倍さんは選挙の前には何も言わないことも勝手にやり、言ったこともやらない、もうやり放題というのはどういうことですか。それを止める方法ないじゃないですか。選挙以外にないんですよ。ですからこの選挙をね、軽んずる傾向の人が多いんですけれども、皆さんの持っている、せっかく民主主義によって与えられた権利を、権限を行使して、自分の政府をきちんと自分の一票で作ると、この機能をね、発揮するために、ぜひとも皆さんの、多くの皆さんの参加を私はお願いしております。まあ、今度そういう意味でね、安倍さんだけはごめんだというみんなが集まって、野党4党で、1人区では少なくても1人に候補者を絞って協力しました。このことについてね、あのテレビなんかでも見ました、安倍さんとね、あの山口さんがね、共産党は自衛隊を憲法違反だと言ってるのに、どだこだどだこだっつって一生懸命攻撃してたでしょ。自民党にそんなことを言う資格ないんですよ。かつて自民党は権力欲しさに、政権欲しさに、社会党の村山さんを担いで総理大臣にしたじゃないですか。村山さんもあの時自衛隊は憲法違反だと言ってましたよ。私どもはね、こうやって選挙協力するけど、何も市委員長を総理大臣にしようなんて言ってませんよ。
え、安倍さんよりはいい政治をするために候補者を選ぼうと言って皆さんと協力しているだけじゃないですか。どうでしょう。どうか皆さん、そういう意味でね、今度の参議院選挙は大変大事な選挙、それは政党や政治家にとってではありません、国民皆さん一人一人にとって大事な選挙なんです。どうかそういう意味で一人でも多くの人が選挙に参加して、そして皆さん自身で皆さんの好む政権を作ることができますよう、皆さんの力添えを心からお願いいたします。私ども生活の党、ちっちゃな政党になってしまいましたけれども、志だけは、心意気だけは負けないように頑張っております。どうぞ生活の党もよろしくお願いいたします。どうも今日は皆さんありがとうございました。ありがとうございました。どうもありがとう。